はい、すごいお腹のおっさんです。本日は、ファッションセンターですかな、島村さんっていうお店があるのに、他の YouTube さんのチャンネル見てて気づきました。でちょっとお店を探してね、すごいお腹おっさん自ら自分の洋服を買いに初めて行ってきました。サイズは全て当然 5L です。でね、一応ね4枚洋服を、上着を買ってきました。でまずご紹介です。これ890円で税込みで979円ですね。この洋服をまず1つと、あとは残りは税込み1419円の洋服ですね。この緑色のこれですね、これが1419円。そして黒っぽいやつ、これも1419円。そして財布が黒シャツみたいな、シャツおっさんよく洋服名わからない、気にしてください。これも1419円。トータルで4点で税込みで5236円ですね。1万40円を出して4804円でお釣りだったんですね。ハンガーに1枚1枚洋服を広げてみたいと思います。はい、これはまず中野さんのファッションショーを勝手にやらせていただきます。はい、これは税込み979円です。前はこんな感じで、横のお腹もすっぽりの大丈夫の 5L、 そして後ろも、はい、一周、これは2枚目、税込み1419円。はい、 5L だから同じくダブダブです。こちらもまあね、1419円。はい、これはですね、中にね、これもセットになってね、これが長袖ですね、これが半袖。まあね、寒い時はこれ着てね、両方着てもいいし、逃げることもできるんで、ちょっとここチャックが開いてるね、こんな感じですね。お腹もゆっくりたっぷりです。これも税込み1000円。島村さんに初めて行って洋服をいろいろ着てみましたけど、大きいサイズもありましたし、まあ値段もね、それなりに安かった。ただね、私男一人で行ったのちょっと恥ずかしかったですね。周りは主婦や子供だらけで、店内男おっさん一人でした。レジに並ぶときちょっと恥ずかしかったですけど、まあ一応こういうお店があるんだなっていう、まあね、体験ができることができました。今まで洋服なんかね、買いに行くことはなかったんで、全部嫁任せだったんですけどね。とりあえず今回は、自分で初めて洋服をチョイスして買いました。すごいお腹のおっさんのファッションセンスはいかがでしたでしょうか。それでは皆さん、さようなら。